次の日、夕闇の並走電車。これは前回のおもちゃのバージョンとは違う電車バージョンです。伸びてる伸びてる。違う、もうこういう感じ、音とかもう本当に怖い。ご注意、ホラー表現が含まれますので、電車でのプレイおよび視聴はご注意ください。電車でのプレイは怖いからやめろだって。血がびちゃになってる。私結構びっくりすると大きい声出してしまうのでご注意ください。左キーで移動、エンターキーで無事送り。あ、赤い字見て、駅構内は心霊現象が発生しますのでご注意くださいってもう書いてる。何かが起きるじゃんこれ。おお、幽霊出るじゃんこれ。幽霊系か今回は。幽霊ダメなんだよな、こういう電車の。あ、次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。この景色とかすごい好きです、電車から見える。実写じゃん、リアル、リアルバージョンだ。あ、はい、あ、右から3番目が好き。違うか。ごめんなさい、最低だ。あ、でもリアル。あ、怖いなこれ。あ、後ろの電車も顔なくて怖い、怖いな。何か、多分最初は何も映んないと思うんですけど、だんだん、あー、いやー、剥げてるね、綺麗に。あ、この月翼ってさっきなんかこのゲームを作ってる会社の違うゲームがあるみたいなので、多分それが、あ、色欲か、色欲。あ、ハゲ、こら、お、隣もハゲてる、綺麗に。いやだ。え、右のやつもうラージャンみたいなヒゲしやがって。綺麗にハゲてるな、後ろのやつな。可愛いな、ちょっと残ってんだ前髪。あ、ごめんなさい。でもハゲでもね、大事なのはハートだから。ハゲでも大好きな人は大好き、でも髪生えてる方がいいな。ごめんなさい。生えてるか生えてないかで言ったらもう生えてる方がいいよね、そりゃ、うん。あ、かわいい、あ、かわいらしいねこの子、髪型と髪と。こういう女の子いいですよね、やっぱね。男子は好きだと思います、はい。男子って、まあロリコンクソファックやるの私には、うん、たまんないですよね。駅に着きました。これで多分どんどんまた次の日進んでいくんだと思います。あれ、如月駅って書いてるね後ろ、あの伝説の。音が怖いんだよ、音が怖いよこういうの。あれ、もう次の駅、今日も改札に近いドアまで行こう。あら、人が違う、人の並びが違う、やっぱ人が違う。次の日なのかな、あ、次の日なのかこれ。次の日って書いてたろ、ごめんなさい。次の日だよね、ごめん。あ、ハゲの目が、後ろにもハゲ、同じハゲ、あ、重なり合ってる今ちょうど。あ、ごめん、お前立つなよ。あー、もうハゲー、このハゲー。ハゲいじられんの分かってたんだな、これ、これゲーム作ってる人分かってたでしょ、もうハゲメインになってんでしょね、狙ってんでしょ逆に。逆にさ、あ、ちょっとしゃくれてるこの女の人、エヴァンゲリオン初号機。ごめんなさい、ほんと怖くて変なこと言っちゃった。女の子かわいいね、窓に手つけて。え、女の子消えたんだけど。あ、女の子いた。じゃあ女の子向こう側に行っちゃってんだけど、行っちゃってる。なんで、あ、あーすごい、あっちの世界なのかなあれ。あ、すごい全速力、向こうの後ろの電車。だんだん怖くなってくるんだね。
あもうこの角度、角度、左の女の人の角度、もうなんでそんなジョジョ立ちみたいなの、ジョナサン・ジョースターみたいなの。下がるのやめて、引き込まれないようにご注意くださいって書いてた今。うわうわうわ、音が怖いよ、音が怖い、音が怖いんだよこういうの。あれ、もう次の駅、今日も改札に近いドアまで行こう。もう空が暗いもん。あ、なんか手前の女の人怖くない？白、あ、うおぉ、いや、ちょっと待って待って待って、お、女、赤い目した女、それどころじゃねえ、お前のと隣にいるのはルナシーの J じゃないですか。いや、ルナシーの J ですよこれ、モザイクかけられてますけど、これは間違いなくルナシーの J です。なぜこんなところに、このゲームのファン、やば、ハゲ、ハゲなんか喋ってるもん、後ろにもハゲいる、毎回いるな。もういじらん、もう立つなお前は。申し訳ございませんでしたって言ってる、ハゲててすいませんでしたってことハゲでごめんなさいみたいな。あ、このアイラブキャッツ T シャツダサ、この女だダサいわ、その T シャツはダサいわ、もうなんか張り付いてる、なんか肩に手もあるね。え、あ、出てきたダブルお母さん、あ、もう完全に実写じゃないし怖い感じになってるって。赤い目、ガーッ、なんかベロベロってなったよ今。あ、はあ、もう怖くなってきたな。大丈夫かなこの先、また音が怖いんだよな。着きましたね。ああ、ハゲ、お前調子に乗るな、ハゲこのハゲ違うだろう、懐かしい。次の日、あ、あれ、ご乗車いただきありがとうございました。次の駅で降りなくちゃ、降りるんだ、ついに改札に近いドアまで移動しよう、ついにって毎回降りてんの。もうアナウンスが怖い、もう最初から目光らしてやがってこの野郎、こっちバッとか向くなよ、あー見てるこっちあーこっち見てる本当に見るんだ、ちょやめてー、もう、あー、なんか人とか、人が通った、いるいる、あー人が通った、すごいヒットマンみたいなやついる、後ろスーって、ヒットマンみたいなやつね。あー、なんか後ろから来そう、あー子供いたい今、あー後ろ、あー子供ねんちゃんちょっと歪んだバージョンいる、だんだん笑けてくるなこれ、同じ人、はい、鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎みたいになってる顔が、あ、いる、あー、お前クチュクチュすな、お前は通り過ぎてからいるって子供、笑ってる、あ、目が離せなくなってくる、この扉は開きません。故障したのかな。向こうの車両から出よう。そうなるよね。あ、もう一個進むのかじゃあ。じいさんいじられてるやん完全に。いじられてるやん。ね、も
怖い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 って、年齢層が高い、ここ年齢層ぐんとアップしてる。もうちょっと笑てるやん、ハゲハゲいじりをすな、このゲーム作った人。ハゲてるやつは何やってもいいみたいな、こいつほらほらハゲいじりをすな、ちょっとその角度は怖いって、顔でかいしおい、作ったやつ、おい、いかにせよ、ハゲいじりをすな。あ、このバイオリンみたいなとこね、あるよね、電車の間、穴場スポットだよね、結構誰もいなくて。え、アタクス、アタクスアタクスがいる、これ可愛らしい、目が赤く光っててもアタクス可愛らしいね。で、子供大体つくんだ。あ、消えた、あ、向こうに行った。あ、ポスターを見て、ポスターめっちゃ怖い顔、あ、女の子が怖い、すごいビジュアル系みたいになってんじゃん。ね、ここも開かないってよ、どんどん進むぞ、これ。あの、見んなって、もう全速力電車。ちょっと待って、ポスター、田舎へ来いそれは面白い、田舎へ来いは面白い。え、何、どうした、あれ、いつもの風景じゃない、いつの間にか乗り過ごしちゃったのかな。次の駅で降りなくちゃ。そうだな、戻んなきゃ。ちょっとすごい広い川だね、このポスターとかも目を離せない。ありがとうございます。アナウンスが怖いわ。左側、お出口は左側だってよ。え、これ、これまだ続くぞ。あ、並んでますけど、後ろにアタックス含めて、私を含めて、赤いものも、赤いもの、怖いもの、ダメなもの、ダメ。いや、音が、この顔でダメ。次の日、真っ赤じゃん。ご乗車いただき、ありがとう。次の駅で降りなくちゃ。まもなく、ここは毎回同じなんですね、この子は。だいきなりいるやん、あのブス。そこにもいるし、あ、笑ってるポスター、ずっと言おうと思ってたよ、このブス、ふざけやがって。ほら、ごめんごめんね、ほんと。で、またこっち向くんじゃねえの。違うの、向かない、向かない。え、何、あ、すごい、なんかもう人が、うわー、ハゲいじりをすな穴開いてる、あ、子供穴から覗いてる、そんなことある、電車で穴開いてるって。あ、まあ、キョン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 、雑に使うな、その子供を雑に使うなって、そんな連チャンで使うなって。ほう、子供ばっかりねえ雑か、おい、これ作ったやつ連れてこい、おい逆に好きだわ。あ、寝てる笑っちゃう おい、子供をおもちゃにすな、そのそれで割るな、窓を。田舎へ来い、はいはい、開きません、赤い文字に変えて、はいはい、面白いなー、これ作った人絶対笑ってるぜ。え、なんだかなんかいた、猫怖いって黒く塗るな、目を。あ、なんかいた、全然見てないあ、ジジイあいつ、なん、ジジイ、あ、手だ、あ、なんかスッスッスッスいいんだけど、早くて見えねえんだよ、怖っ、手怖っ、あはやめろって、おい、もう上の手が気になってしょうがない。
もいやーやり直せるわけじゃないって書いてるポスターは。あーこのバイオリンみたいなねベロベロのとこね、穴場スポット、穴場スポットね。あ誰か覗いてたの今。怖ーこれ。あ、俺がタイプって言った子じゃない？あ、なんか今いたな。あ、いたいたいた、怖い顔怖い顔顔顔、でかくなってるでかくなってるでかくなってる、どんどんでかくなってる、怖い、でかい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 、わぁあぁ怖い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 、あーびっくりした、あーびっくりした、見てる見てる、女の子見てる、おぉ、あ、並んでるね。で、こっちチラって見るんだ。うおぉ、え、笑てるやん。あ、ブス、あ、ブスブスを雑に使うな、ちょっとやめろって、もうまたハゲが、またハゲが来そうだもん、ほら、あ、ほらハゲもう張り付きっぱなし、ズルズルとかいいからもう。あー、ふわっと落ちた、手、あ、手が落ちてる、それはちょっと怖いわ、それはえぐいわ、ちょっと、あー、すごいいっぱい落ちるやん、あっ、コンボコンボ13コンボ、怖っ、ちょっと分かってんな、分かってんな、これ分かってんな、作ってる人スボルは、え、どうした、あれって、あっ、あー電話来た、ちょっと待って、あー、そういうことなんだ、死んじゃったんだ、え、死んでたってこと、ちょっと、何の電車に乗ってるの、どこに向かってるの、あー